い、クジラクジラ。なんだね。佐久間大介がアドバイザーを務めているストーンズいんじゃん。いるね。そのメンバーで親の七光を利用してジャニーズに入社した京本大我いんじゃん。いるね。結婚を発表したね。そうなの。まあラジオで結婚発表の練習をするというクソみたいにつまらない企画なんだけどさ、スト端がざわついていたみたいだけど、そんなことよりあの事実は公表されるのかな。あの事実とは京本大我隠し子騒動なのよ。子供がいるの。うん、双子だよ。 お相手は低学歴のキャバ嬢なんだよ。そうなんだね。京本大我が3年から4年前に毎日キャバクラに通っていた時があってさ、その時に出会ったみたいなんだよ。隠し子とその母親は江戸川区の実家で両親のサポートを受けて子育てをしていてさ、そこに頻繁に出入りしている京本大我が目撃されているんだよ。ちゃんとパパやっているんだね。で、その時に生まれたのが京本大我のあの代表的なギャグなんだよ。そんなのあるの？どういうやつ？いい国作ろうキャバクラ幕府と言って自分の股間をたわしでこするギャグなんだよ。